スーパー耐久第5戦決勝、ホールから2番手ということで、まあ、あの今までの中にないぐらいこの悔しい2番手。そうですね、はい、まあ、2位だと表彰台だから普通はね、まあまあとりあえずはと思うんだけど、全く今回なくって、もうこんな悔しい2位はないぐらいの2位でした。はい、ということでスタート試合行って、はいはい、まあ、そうですね、意外にペースも悪くなくて、まあ、後続も引き離せて淡々と走れたんで、そういう意味では服部さんがちょっと2スティント目タイヤ交換なしで行くんで大丈夫かなとは思ってではいたものの、まあ、ファーストスティントとしてはスティントとしては良かったかなと思います、はい、でセカンドスティント行きました、途中で FCY からフルコースイエローからのセーフティーカーっていう流れになって、まあ、その時にかなりリードしてたもので、これはチャンスだということで、ここで、まあ、自分ショートスティントになるんだけど、次シゲにタイヤも変えて、要は人よりも1回そこでピットを多くしといて、なおかつ人のすぐ後ろにつけるようなタイミングだったんですが、出口の信号が赤でした、はい、はい、ちょっとピットに時間がかかっちゃって、そこで残念なことに出てったらもうセーフティーが戻ってきちゃったんですという、すごく悲しい出来事があって、で正直、ワンラップダウンまで落ちました、その時点で。けどその後シゲ、フルプッシュで頑張ってくれて、タイムガンガン詰めてって、で最後のシゲから吉田への、最後のスティントはうまく、フルコースイエローもはまって、ね、はい、なんとか2位になれたんでね。そうですね、はい、でけどそこもずっと追い上げてたもんね、はい、トップのフルコース、ね、ペース的には悪くなくて、はい、うん、けどもうちょっとでした。結局12、3秒の差まで詰めた、一周遅れからですよ、一周遅れからそこまで行ったんですけど、残念でした。まあ本当悲しい出来事ですよ ね、 まあ、でもこれは真摯に受け止めて負けを受け入れて、はい、強くなって岡山に臨まないとダメですね。そうです、そういう意味ではポイントは最悪なその順位、他も含めてもならなかった、そうですね、今3ポイント差で2位、はい、3ポイント差の2位ですから、十分これ逆転最終戦でできるもので、はい、最終戦頑張りましょう。頑張ります、はい、ありがとうございました。